この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日。砂浜を歩きながらの口づけを午後5時半の富士が見ている。寒いねと話しかければ、寒いねと答える。人のいる暖かさ。愛人でいいのと歌う歌手がいて、言ってくれるじゃないのと思う。今あなた仕事のことを考えていたのね。なんて答える。俺は別にいいよって、何がいいんだかわからないまま頷いている。平凡な女でいろよ、激辛のスナック菓子を男というボトルをキープすることの期限が切れて、今日は快晴。
この時間君